はい、どうも大将です。はい、今回も、簡単にね、誰でもできるようなマジックの方を、この素人の私め大将が、紹介していきたいというふうに思います。はい、今回のマジックは4枚のエースを使ったマジックになります。4枚のエースをね、使うマジックですので、前回ね、4枚のエースが、一番上から出てくるっていう風なマジックを紹介しました。そこでね、4枚のエースが出てきておりますので、その流れでやってもらえばね、わざわざ4枚のエースを取り出す必要性がないので、いいんじゃないかなという風に思います。前回のね、動画の方のURL の方をコメント欄の方に記載してありますので、よかったら見てみてください。はい、では始めていきます。4枚のエース用意しました。スペード、ハート、クローバー、タイヤです。はい、こちらの方をバラバラに混ぜていきます。はい、でこの4枚の中からお好きなのを1枚選んでください。はい、こちらですね。はい、じゃあこちらの方を覚えてください。はい、戻してください。でこれをまたね、バラバラに混ぜていきます。で、選んでいただいたカードが何かっていうのを当てるマジックになります。選んでいただいたカード、こちらクローバーのエースですね。まあ、4枚のね、エースの中から、1枚選ぶということで、4分の1の確率と、まあ、偶然じゃないのっていうこともね、思われると思いますので、じゃあ、もう一回やってみたいと思います。バラバラにね、同じようにしていきます。よろしいですか？はい、じゃあ1枚選んでください。これですね。はい、じゃあこちら、覚えてください。はい、戻してください。バラバラにします。はい。これ、かな、やじゃないな。こちらになりますね。はい、選んでいただいたのは、ダイヤのエースです。はい、じゃあ解説していきます。はい、4枚のエース用意するんですけども、4枚のエース、まずエースの方よく見ていただくと、上下があります。スペード、まあ、この向きですね。はい、ハート、はい、こちらもこの向きあります。はい、クローバー、上下ありますね。はい、ダイヤ、ダイヤだけはどっちから見ても同じというふうになってます。で、これを、このまま3つですね、スペード、ハート、クローバー、これ同じ向き、上下同じ向きに揃えた状態で4枚をセットしてください。はい、これで準備は完了です。はい、じゃあ、まずはね、4枚のエースを使うことを説明して、ちゃんと4枚のエース、間違いなくあることをお客様にね、確認してもらいます。はい、で、ここでまあバラバラに混ぜていくんですけども、これは本当にね、もうバラバラに混ぜていただいて問題ありません。で、ここで1枚選んでもらいます。はい、例えばこれ。はい、これを選んでもらってるんですけども、選んでもらってる間に、こちらのカードを、まあ、上下を反対にひっくり返します。このカードを反対にひっくり返す。で、覚えてもらったカードを戻すと。で、バラバラに混ぜていきます。
ここから当てていくわけですけども、ちょっと並べてみましょう。そうすると、選んでもらったカード、スペードのエースなんですけども、はい、スペードのエースだけが反対の方向、上下が反対向いてますね。でまあ、ダイヤはもちろん、まあ、同じ方向なんでわからないんですけども、そうすると、お客様に選んでもらってる間に、残りの3枚、上下をね、反対の向きに変えてますので、戻してもらったカードだけがね、向きが違うという風になってますので、その違うカードがスペードなので、今回はスペードのエースという形になるわけですね。はい。で、例えば、すべて同じ向きをしている場合っていうのは、上下のないダイヤを選んでもらったということになります。で、このね、上下があることを利用したマジックになります。はい。あと、このね、混ぜてもらうとき、これね、お客様に混ぜてもらってもね、全然構わないんですけども、扱いがね、慣れてない方が、例えば混ぜてる途中に落としてしまったカード。その時にね、反対向きに入れられてしまうと、これまた分からなくなってしまいますので、その辺のところだけは注意してもらえば、お客様に混ぜてもらうのも全然問題ないかというふうに思います。はい、今回は以上になります。また会いましょう。